太一 TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。でこの格好でやるとね、非常にびっくりすると思うんですが、今日はねこのサングラスのお話を、したいなと思いまして、最初冒頭でねこんな挨拶にさせていただきました。今日は、以前ちょっと動画で企画としてやってた、ゆるブログっていうのがあったと思うんですけど、最近ゆるブログね、やってなかったので、ちょっとゆるブログみたいな感じで、雑談会ということで、聞いていただければいいかなと思います。で実はですねこのサングラス、結構僕ね外で運動する時とかは活用してます。これねちょっとまあ黒くてな、若干こうなんか怖く印象になっちゃうんですけど、まあ実はですねこのレンズ偏光レンズっていうやつなんですよね。使ったことある方いらっしゃいますでしょうか。僕は実はテニスやってる時からこの偏光レンズのサングラスっていうのは結構愛用してて、光がねやっぱり入ってくると、なんて言うんだろうな、なんかこうはっきりと物が見えなくなるタイミングがあるんですよね。ランニングするだけにしても、まあ陸上のトラックみたいなね、何もないところを走るんだったらまだいいんですけど、普通のねアスファルト走ったりとかすると、何がまあ落ちてるか分かんなかったりとか、どこがデコボコしてるか分かんなかったりなんていうことも、まあ光の加減で分かんなくなったりするんですよね。であとはやっぱりテニスとか球技をやってる方だと、その、まあ、車の免許を取る時とかに蒸発現象っていう風に言って、車のライトとライトがぶつかると間の人が見えなくなりますよみたいな、話を聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、あそこまではいかないんですけど、なんて言ったらいいかな、その光の加減でそのボールが一瞬見えなくなるみたいな時があるんですよね。それをこれをかけるとかなりくっきり見えるようになります。これ本当にねびっくりするぐらい偏光レンズっていうのはものがくっきり見えるようになるので、おすすめです。で実は僕テニスをかなりがっつりやってた頃よりは視力がねちょっと落ちてきちゃってるんですよね。もともと本当に目良くて 1.5 以上あったぐらいなんですけど、まあ、だんだん年齢とともにね衰えてきて、まあ、1.0 ぐらいで安定してたんですけど、最近はね多分もう 0.5 とかそのぐらいしかないかもしれないですね。ただその視力が落ちててもこれをかけるだけでかなりねその輪郭がはっきり捉えられるというか、いう感じがするので、まあ、もちろん遠くにある文字とかはもう視力の関係なんでぼやけちゃうんですけど、その光の当たり方の関係で、まあ、ぼやけちゃうというか距離感があまりつかめないものとかはこの偏光サングラス、偏光レンズのサングラスというのをかけるとかなりはっきり見えるようになると思うので、外でね運動する機会が多い方は、ぜひぜひね、偏光サングラス試してみるといいかなと思います。お店とかでもね簡単に試せたりとかしますし、ただねまあ室内だといまいち分かりにくかったりとかもするんですけど、ぜひもう本当に偏光レンズっていう風に探してもらうと、手に入れることもできると思うので、ぜひ、外で運動する機会多い方はね手にしてみてください。このねサングラスはねちょっとデザインを少しミスったかなっていう感じで、とあるねこういうなんか逃げるバラエティ番組みたいなね、なんとか中みたいな追っかける人みたいになっちゃってますけど、一応テニスやる時とかはね、愛用しています。まあ、黒なんでちょっと色濃すぎたかもしれないんですけど、まあ、どんな服装にもね一応合わせやすいかなということで、僕は選びました。ちなみにこれはナイキのサングラスですね。はい、いろんなメーカーがね出てると思うんですが、まあ、有名なとこだとオークリーとか、あとメガネ屋さんみたいなところでも偏光レンズのサングラス、扱ってたりとかするのでね、気になる方は、ぜひ手に取ってみるといいんじゃないかなと思います。ピーコだいぶファンキーになってる。大丈夫、サングラスずれてるよ。可愛いつぶらな目が見えちゃってるよ。はい、ということで本日は久しぶりのゆるブログということで、ゆるめにサングラスのご紹介をさせていただきました。もし気になった方はね、偏光レンズサングラスとかで調べてみるとたくさん出てくるかなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。結構サングラス一つで距離感の捉え方っていうのがね変わってくるので、テニスやってる時なんかはそれでねボールの捉え方が結構変わったりなんていうこともありました。ぜひね一度試してみることをお勧めします。